飯能市役所インフォメーションをお送りします。平成31年4月に開校する飯能市としては初めての施設隣接型小中一貫校奥武蔵創造学園についてお知らせします。平成31年4月東阿賀野小学校、西川小学校、阿賀野小学校の3つを統合し、これに合わせて現西川小学校、現阿賀野中学校の施設を活用した施設隣接型小中一貫校奥武蔵創造学園を開校します。小中一貫校の設置は飯能市としては初めてで、小中一貫教育を進める上でのモデルケースと位置づけ、地域振興、定住人口増加も視野に入れ、魅力ある学校づくりに取り組んでいきます。奥武蔵小学校及び奥武蔵中学校の校章はご覧の通りです。この校章は奥武蔵の山々、杉、檜、駒川の清流を描き、自然豊かな奥武蔵の地を表現しています。2本の木は奥武蔵小学校、奥武蔵中学校を表しており、2つの学校が未来に向かって成長するとともに、小中一貫校である奥武蔵創造学園が地域とともに発展し、奥武蔵の地で子どもたちの未来を創造していくという願いが込められています。また枠の五角形は原案者が子どもたちに望む希望、勇気、忍耐、信頼、勤勉の5つの言葉を表し、辺を直線でなく曲線にすることで他人にも自分にも優しくなれる人に成長してもらいたいという思いを表現しています。奥武蔵小学校、奥武蔵中学校の校歌については飯能市出身の音楽家野田岳氏に制作を依頼しており、平成31年3月末に完成予定となっています。野田岳氏のプロフィールはご覧の通りです。奥武蔵創造学園はすべての子どもに笑顔と質の高い学びを保障する21世紀型の学校を作ります。そのために小中学校の教職員が互いの実践から学び合い、小中一貫した共同的な学びによる指導を確立するとともに、9年間を通じた教育課程を編成します。またフィンランドの教育からも積極的に学び、飯能市の小中一貫校のモデルケースとなる先進的な取り組みを行います。主な取り組みはご覧の通りです。共同的な学び、質の高い学びを保障するため、小中学校の教職員が互いの実践から学び合う授業研究会や先進校視察などを支援します。全児童生徒に LTE 搭載型タブレットを貸与し、児童・生徒の問題解決能力、情報活用能力を育成します。中学校教諭による小学校高学年を対象とした授業、小学校教諭による中学校での授業支援で接続の円滑化、系統性、連続性を確保します。アートの教育、スポーツ、環境教育、地域の伝統芸能などさまざまな分野で地域の教育人材、関係機関、企業と連携します。読書と学力には高い相関関係があります。飯能市立図書館と連携し、奥武蔵小学校の学校図書館の機能を強化し、子どもたちの読書活動を支援します。また奥武蔵創造学園では小規模特任校制度を導入します。小規模特任校制度とは、小規模校の教育活動や特色に共感を持つ児童、保護者の方が一定の条件のもと教育委員会の許可により通常の通学区を変更して小規模特任校へ就学できる制度です。平成31年度は小規模特任校として名栗小学校、
奥武蔵小学校、奥武蔵中学校の3校を指定します。中学校への当制度の導入は飯能市で初めてであり、小中一貫校の教育を享受できる機会を提供します。小学校では飯能第一小学校、加治小学校、加治東小学校、富士見小学校、浪柳小学校、三杉台小学校。中学校では飯能第一中学校、加治中学校、飯能西中学校、三杉台中学校の通学区域から通学可能です。また通学費については補助金制度があります。奥武蔵総合学園への入学を希望される方、興味がある方は学校教育課へお問い合わせください。割岩橋のライトアップについてお知らせします。先日、割岩橋のライトアップを開始してから初めてのバレンタインデーを迎えました。2月8日金曜日から14日木曜日の間、飯能河原の割岩橋を限定のバレンタインカラーにライトアップしました。ライトアップの様子はご覧の通りです。割岩橋のバレンタイン限定ライトアップでは、橋の欄干部の LED ライン照明170メートルがバレンタインデーをイメージするカラー、ブラウンとピンクに彩られ、また30分に1回の特別演出ではバレンタインにぴったりなハートマークや雪の結晶などが橋の歩行面に投影され、ロマンチックな冬のバレンタインを演出しました。今回の限定ライトアップは1年のうち7日間だけの実施となり、多くの方にご覧いただきました。また3月10日まではご覧のひな祭り限定カラーにライトアップしています。ひしもちをイメージし、桃の花の色をベースに緑や黄色などひな祭りらしいカラーでライトアップをしています。皆様のお越しをお待ちしています。第14回飯能ひな飾り展が開催中です。吊るし雛や歴史を感じる風格あるひな人形など、さまざまな展示が行われています。ぜひお出かけください。飯能ひな飾り展は平成18年から開催している市内随所でひな飾りを展示するイベントです。第14回となる今回は3月10日日曜日まで各所で展示を行います。飯能市の文化財である見世蔵絹陣をメイン会場に、市内の商店街、個人店舗、個人参加のお宅など随所で年代物の貴重なひな人形やひな飾りの展示が見られます。見世蔵絹陣は10時から16時の間展示します。その他、市内商店街店舗、個人店舗、個人参加のお宅、市内各公共施設など展示場所によって時間は異なりますので、詳しくは飯能商工会議所へお問い合わせください。飯能市役所インフォメーションをお送りしました。